まあ、ここもある意味リアルですね。ヴィンテージマニアも納得なというか、仕上げにしているというところでございますと思いますし、なかなかですね、マニアックすぎる製品っていうのは、まあ、あまり作られなかったりとかするわけですよね。いらっしゃいませ。ギターバイヤーの須田です。今回はですね、ジャパンリミテッドモデルの魅力ということでですね、実際に、こちらにございますですね、ジャパンリミテッドの57レスポールゴールドトップなんですけれども、こちらのですね、ジャパンリミテッドならではの魅力というか、そのジャパンリミテッド、まあそもそも通常モデル何が違うかだったりとか、なぜですね、そういったディティールにあえて、まあ通常モデルではないディティールをあえて盛り込んでるわけなんで、なんであえてそういうですね、仕様というのを盛り込んでるのかとかですね、そういったところをですね、詳しく解説したいと思いますので、ご興味ある方はぜひ最後までチェックしていただけたらと思います。本題に入る前にですね、私、書籍を発売しております。メルマガをですね、毎週やっているんですけれども、それはですね、まだ、お出ししていなかった過去のアーカイブ記事というのを、まとめて、一部ですね、再編集したものを、書籍としてですね、発売しておりますので、まあ、まず、メルマガそもそも無料なんで、そちらですね、チェックしていただけたら嬉しいんですけれども、それでもしですね、バックナンバー見てみたいなと思っていただいたら、ぜひですね、そちらの書籍の方もチェックしていただけたら嬉しいです。はい、というわけで早速本題でございます。まずですね、そのジャパンリミテッドモデルというですね、まあそもそものジャパンリミテッド何ぞやというところから、まあ簡単にご案内していくんですけれども、基本的にですね、まあギブソンのカスタムオーダーというのはですね、まあそんな種類とかもないんですけれども、オーダーというのは、通常のそのいわゆるこうベースモデルとなるカタログモデルと呼ばれるんですね。まあ例えば普通に1957ゴールドトップでもいいですし、1959レスポールでもいいですし、58レスポールでもいいです。レスポールスペシャルでもいいんですけれども、そういったですね、本来ある製品群のもの、それの内容を一部変えたりだったりとか、あとはそれこそその現地選定品とかあると思うんですけれども、ああいったトップ材をですね、特別にチョイスして、まあ、例えばカラーをオーダーするとかですね、そういったものを総称して、まあ、そういったものが全て、まあ、いわゆるオーダーに当たるわけですね。まあ、そのベースがあって、ちょっと部分的に変えていくみたいなのが、まあ、オーダーなわけですよ。で、このオーダーというのは、まあ、そもそも何パターンかあって、一つは楽器店、取り扱いのある楽器店さんのショップオーダーみたいな形ですね。まあ、それが一本しかないパターンもありますし、そのお店さんで、例えばそのグループで、何本作るとかっていうパターンもあるわけなんですけれども、まあ、先ほど言ったような、オーダーというのを、まあ、その楽器店単位で作る。これがいわゆるショップオーダーですね。それに対して、日本市場向けに特定の楽器店とかではなくって、基本的にはその日本国内の楽器店みんなで数をこうある意味まとめてオーダーすることによって実現させるというか、そういったもの、なのでその特定のお店とかだけではなくて日本全国の楽器店、ギブソンの取扱店とかで共有されるようなカタログ外モデルですかねっていうものをジャパンリミテッド、日本限定企画品などと呼んだりしています。まあ、なので本質的に別にショップオーダーとジャパンリミテッドみたいなのが、まあ全く別っていうわけでもなくて、それを誰がオーダーしているかというか、まあ、誰がまとめているかというか、まあ、そういうところの違いにはなってくるわけなので、そんなにこう大きくですね、内容が変わったりするわけではないんですけれども、こう、例えばショップオーダーだったら、そのショップの強みみたいなのを活かしたりとか、その担当者の方の知見を活かしたりとか、そういうのがこう反映されたりするんですけれども、もうちょっとジャパンリミテッドになると、数も多く作るわけなので、こう広く、カタログモデルにはないけれども、ある程度こう広く受け入れられそうな内容っていうのがチョイスされたりとかするわけですね。そんなですね、ジャパンリミテッド的なモデルなんですけれども、こちらにございますゴールトップ。こちらがまさにですね、その当時オーダーにて制作された製品になっております。2011年製のゴールトップモデルのエイジド仕上げ。になっております。まあ、この当時も、すでにエイジドというバリエーションは当然存在していた。まあ、ただですね、ゴールドトップに関しては基本オーダーだけだと思うんですけれども、まあ、そこも含めて、ある意味オーダーの内容になっておりますけれども、そんなですね、オーダーで作られたレスポール、っていうのがまさに、こちらの個体なんですけれども、こちらですね、ご覧いただけます通り、いわゆるヒストリックコレクションのゴールドトップの、リーシューモデルでございますね。1957ゴールドトップリーシューという、製品でございます。こちらの製品の場合はですね、いわゆるその当時の、ゴールドトップの1957レスポールをベースにしているわけなんですけれども、随所にですね、オーダー品らしい魅力というか、まあオーダー品ほどならではな、魅力が詰め込まれておりまして、早速ですね、具体的なその製品の内容なんですけれども、まずですね、まあ仕上げがエイジドになっている。まあこれはまあ本当にこうわかりやすいですよね。
いわゆるこうエイジングの仕上げになっています。まあ今だとそのマーフィーラボとかになってますけれども、当時はいわゆるこうハンドエイジの仕上げになっておりまして、全体にですねかなりこうびっしりとウェザーチェックが入れられております。でさらにこちら2011年ですから、今もう13年経っているわけですね。13年ほど製造から経っているということもあって、そのリアルな経年変化っていうんですかね、そういうのがですね、こううまくこうミックスされてきておりまして、ヒストリックもそうなんですが、昔のゴールドトップのゴールドというのは実際にその金属のパウダーというのを塗装面に吹き付けてこのゴールドのカラーを出しているんですね。金属なので、まあ、ブラスだったりとかするわけですけど、金属なので、それがですね空気に触れたりとかすると酸化するわけで、それが酸化して緑っぽく変色してくるんですけれども、それがですねかなりこうゴールドならではの、ヴィンテージのゴールドならではの風合いというのを出していて、緑青とかっていうんでですね、かなりマニアックな人気があるわけなんですけれども、こちらはもともとエイジドなので塗装を割っているわけなんですけれども、その割った割れ目のところっていうんですかね、そういったところから空気が入ったりとかして、蛇行のところとかも空気が入ったりして、実際にですねその緑青が出始めているんですよね。新品の時はこう塗装は割るんですけれども、さすがに緑緑はまああんまりならないわけですよ。まあ意図的にその緑をつけるやつもあるんですけれども、まあさすがにそういうのはなってないですね、基本的には。なんですけど、これは実際に経年することによって本当にその緑というのが自然なグリーンが出てきてですね、非常にいい雰囲気になっております。これはなかなかですね、十数年じゃ、例えばノンエイジのモデルのノンエイジのやつが10年ぐらいでじゃあこうやってウェザーチェックバリバリになってグリーンが出てくるかっていうと、なかなかそう簡単にはならないので、これはですねこのエイジドがリアルに経年変化してきたことによって、こういうですね非常にこうリアルな雰囲気というか、非常にかっこいい仕上がりになっているというふうに言って差し支えないんじゃないかなと。むちゃくちゃかっこいいですね。ゴールドトップらしい雰囲気が出ていて。そしてですね、ボディのバックです。ボディのバックカラーというのが、この当時ですね、結構オーダーでもあったんですけれども、いわゆるダークバックというカラーリングになっているんですね。通常のゴールドトップっていうのは、大体ナチュラルのバックでして、そのマホガニーの色味がそのまま生かされたような、こう、なんていうんですかね、こう赤っぽいというかブラウンっぽいというか、そんな感じのですね色合いに仕上げられているんですけれども、こちらはですねダークバックというですね仕上げで、バックカラーが結構濃いめな、ブラウンになっているっていうのが特徴です。これは実際にヴィンテージにも存在する仕様で、まあ、当時はその木目がいまいちなやつをある程度こう木目を隠す目的でされたとかっていうふうに言われるんですけれども、これはこれで非常に仕上がり色合いもかっこいいですし、例えばスラッシュがダークバックのゴールドトップを使用していたりとかするんで、そういうのでですね、あえてダークバックをご検討になる方っていうのもまあいらっしゃると思います。そういった意味でですね、史実的にも正しいし、人気のある仕様っていうんですかね、ちょっとこうマニアックなチョイスがされているっていうのも、こちらの個体の特徴ですね。ちなみに細かいんですけれども、通常そのシリアルナンバーのスタンプって、まあ黒で押されるんですけれども、ダークバック仕様だと黒だと見えないんで、白のスタンプになってるっていうのもまあ特徴です。そしてヘッドの、トップの方行きまして、ロゴの位置ですね。いわゆるこうローアロゴという、タイプになっております。これですね、50年代の、まあ、厳密に言うと57年ですかね。57年頃までっていうのは、ロゴの位置が一般的な今のリーシューモデルに比べてかなり位置が低く配置されているというような特徴です。で、これですね、ここ数年、やっとですね、1954モデルとか、1956モデルではですね、標準的にこのロゴの位置が低いっていうのが採用されるようになったんですけれども、この当時は、まだロゴの位置が高いままで、ずっと54とか56も作られていたんですね。ですけれども、この製品に関してはオーダーすることによって、あえて低めのロゴっていうのをリクエストされていて、まあ、ここもある意味リアルですね、ヴィンテージマニアも納得なというか、仕上げにしていると。というところでございます。ちなみにこれ、まあ、ちょっと打測なんですけれども、歴史的には57年っていうと、まあ、大体ロゴ低いわけなんですよ。ロゴ低いのが多いんですけれども、今のヒストリックコレクションだと56までは低いんですけど、57は低くないんですよ。これなんでかっていうと、1958モデルってあると思うんですけれども、58モデルと57モデルって色が違うだけで内容が全く一緒なんですよね。内容が全く一緒で、まあ色が違うだけっていうのが、まあ限りなく正しい、製品の内容としては、まあ限りなく正しい、案内なわけなんですけれども、まあつまりそこでこうある種効率化を図っているわけなんですが、57だけを、まあ58だとその本来ローアロゴじゃないわけですね、オリジナルも。だから、その57だけをローアロゴにしてしまうと、その57と58を一緒にするっていうことも多分難しくなっちゃうんですよ。めんどくさいです。そこを分けるというのが。
そういう多分事情もあって、残念ながら今の新品だと、56まではローアロゴなんだけど、57は、まあ、58ともセットになっちゃってるから、ローアロゴになってないっていう感じなんですよね。だから、まあ、当分はですね、多分57はローアロゴにならないんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、これはですね、まあ、ちょっと雑魚ですけれども、こちらの答えは、まあ、オーダーでちゃんとロー下げてあるよというところでございます。そしてですね、これもポイント高いです。ネックのシェイプですね。ネックのシェイプがですね、なんと、かなり薄いです。いわゆるこう、スリムテーパー的なネックシェイプになっていて、まあ、限りなく60タイプのネックだと思いますね。かなり薄いネックシェイプになってます。57のヒストリックモデルっていうのは、基本的にその厚みのあるネックが採用されておりまして、これはまあどの年式でもですね、基本的に57レスポールというのは厚みのあるタイプになっています。今の新品だと、もう極厚とかっていうほどではないんですけれども、まあどの年式でも基本的にその年生産されているラインナップの中では、まあ基本的に57は基本的に太いんですね。まあ58とか56とか54もそうなんですけど、基本的に太いんですよ。なんですけれども、こちらはですね、まあオーダーによってですね、ネックもですね、かなり薄めのネックになってます。なんで、ヒストリックはちょっとネックが太くて苦手っていう方にも、これは全然大丈夫だと思いますね。いわゆるそのヒストリックモデルの中でも、かなり薄い方である、60タイプのネックになっているというところで、かなり、引きやすく感じていただけるんじゃないかなっていうふうに思います。なかなかですね、こう、歴史的にも、ネックがすごい細い 50th のゴールトップってさすがにないんで、なかなかこういうのが再現されることはないわけなんですけれども、やっぱり一定数、ネックがやっぱりこう太いネックが苦手という方もいらっしゃると思うんで、そういう方にはですね、ぜひ手にしていただきたいネックシェイプですね。そんな感じでですね、通常のですね、カタログモデルの1957にはないポイントというのがですね、多々見受けられる内容になっていて、それぞれがですね、非常に魅力的な内容になっています。こういうことができるっていうのが、やっぱりそのオーダーの魅力であり、かゆいところに手が届く、まあ、ローアロゴになってるとか、ネックシェイプが薄いとかですね。そうですね。かゆいところに手が届くというですね、内容っていうのが、まあ本当にこう、ジャパンリミットだったりとか、ショップオーダーだったりとかっていうのにですね、魅力だと思うので、大変ですね、魅力の多い製品かなというふうに思います。工場単位だけだと、まあ、なんですかね、カタログモデルだけだと、やっぱりどうしてもですね、まあいろいろこう、まあ、効率とかそういう話ももちろんあると思いますし、なかなかですね、マニアックすぎる製品っていうのは、まあ、あまり作られなかったりとかするわけですよね。まあ需要がないと、当然いけないわけなので、広く需要があるものっていうのを、普遍的なものっていうのをやっぱり作りたがるわけなんですけれども、これですね、ちょっとこう、よりマニア寄りな製品、まあ、特に日本のお客様というのは非常にこうマニアな方が多いので、そういうのに応えるべく、こういうですね、オーダーをすることによって、まあ、日本限定とかショップオーダーという形で、作ることによって、そういったですね、マニアックな声にも、お答えしていけるようになっているというところでございますね。そんなこちらの答えなんですけれども、今申し上げた通り、2011年製のゴールトップで、かなりですね、いろいろな魅力的な仕様が盛り込まれたという、内容になってます。まあ、状態に関してはですね、まあ、そもそもがエイジドの仕上げなので、そんなにこう、なんていうんですかね、後からついた気になるような大きなところっていうのは、そんなにこう判断も難しいところ、にはなっているんですけれども、全体的にですね、状態は非常にいいものだと思っております。まあ、例えばそのピックガード上にピッキング跡があるかないかっていうのは、これはですね、エイジドではあんまり再現されないところなので、ここら辺で多少こう引いてるなとかっていうのはわかるんですけれども、フレットのですね、消耗とかも目視で確認できるのは最小限ですし、普通に引いていて音詰まりがあるとか、そういうことは全くございませんので、もちろんネックの状態も含めてですね、これは全く問題なくご使用いただけるかなというふうに思います。で、ネックもちょっと薄いこともあって、ちょっと音のこう、張り感っていうんですかね。バリンとしたニュアンスというか、そういうのが、結構ちゃんと出てきます。ネックが太いと、もっとこう、ミドルが厚いような印象が出るんですけれども、もっとオープンなトーンというか、そういったのはですね、このネックシェイプとかも結構影響してるような感じがするんで、それはそれでですね、ネックの薄いレスポールの音というか、実はですね、ジミー・ページのエフクラフトもネック薄いレスポールなわけなんで、結構ですね、ある意味そういうトーン、イメージというか、ですかね。まあ、ジョー・ウォルシュなんかもですね、薄いネックで、60ですけど、薄いネックで、かなりかっこよく出してますけれども、まあ、ああいうイメージにある意味近いのかなというふうにも思います。なので、そのプレイアビリティ面だけじゃなくって、実は出したいトーンがネックが薄いレスポールっていう方も結構いらっしゃるんじゃないかなという気はしておりますね。というわけでですね、こちらの答えのデモ演奏ご用意させていただいておりますので、ぜひですね、ご検討の参考にしていただければと思います。それでは早速どうぞ。
がでしたでしょうか。まあ、個人的にもあんまりこう極太のネックは得意じゃないんですけれども、まあ、これはかなりスッと馴染む薄めなネックになっていて、まあ、非常に引きやすいかなというふうに思います。で、まあ、当然ベースになっているのはヒストリックコレクションですし、まあ、エイジの仕上げも非常に雰囲気、先ほど申し上げたその緑色の感じとかもですね、明らかに、まあ、新品のものとはちょっと違う、感じが出ていてですね、非常にいい感じになってます。まあ、この辺は本当にこうリアルにこう経年変化してきたことによって得られるところですよね。そういったところも含めてですね、大変魅力的な楽器だと思いますので、興味ある方はですね、ぜひ詳細概要欄の方からチェックしていただけたら嬉しいです。というわけでですね、動画参考になったという方はぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。またですね、各種 SNS、あとはメルマガ、やってますんで、興味ある方はぜひそちらもチェックしていただけたら嬉しいです。というわけで、今回も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。